本日も引き続き埼玉武蔵ヒートベアーズさんに潜入しております。今回もベアーズの選手たちにインタビュー、選手たちのクラブ紹介編になります。イケメン選手に傭兵がまさかやられてしまい、そして翔平がこける。はい、どうも良平です。お願いします。はい、ということで、めちゃくちゃ緊張しております。ヒートベアーズさんの、取材させていただいているんですけども、時間をいただいて選手方の、グローブ紹介の方をさせていただけるということになったので、ちょっと今回紹介させていただこうと思います。お名前を、はい、ピッチャーをしております小野寺健太と申します。小野寺選手、はい、お願いします。前回も多分カメラには入ってるかな。多分撮影は初めてかもしれないです。使っているグローブちょっと見せていただけますでしょうか。はい、僕が使ってるのは、ウィンク。ウィンク、ウィンクです。ウィンク、多分片目閉じてます。あ、滑った。カメラ回る前にいろいろ聞いたんですけど WK なんですよね。そうですね、ラベルが WK で、はい、ウィンク。僕は知らなかったです。これいつから使ってますか。今年3年目なんですけど、2年目のシーズンから、去年からですね。メーカーとしても新しいもんですか。そうですね、割と新しめのところでだと思います。個人で多分やられてる。あ、個人代表は、はい、多分そこじゃねえかなってかわしてみた感じでは分かります。あ、そうなんですね。絶対分かんない。グローブマニアすぎてちょっとはい、どこで作ってるかも分かっちゃうんですけど、どんなこだわりを持ってこう作られましたか。そのアドバイザーという契約をしてるんですけど、その代表はグラフを育てるというのをモットーに、ではこう長く使えるような、なのでちょっと固めの革質の、作ってるグローブを作ってると言ってました。あそこだろ。あそこ。この配色はでもご自身。そうですね、もう完全オーダー、今はもうオーダーのみなので、はい、これが試合用ですね。これは去年の試合ですね、はい、今日登板がなかったので、うん、今年の試合用は家にあるんです。ツーピースとバスケットウェブで。そうですね、去年はこっちのウェブ、はい、今年は試合用もこっちのウェブっていう。へぇ、試合用のバスケットウェブで。そうですね、同じような。ツーピースとバスケットウェブ使ってると松坂投手、松坂さんも最初ツーピースから入ってバスケット使ったりもして。へぇ、すごい詳しいっすよ。詳しいっすね。へぇ、知ってたじゃなくてですか。知らなかった。全然わからない。あ、そういうことにしておけば大丈夫ですよ。形的にはどういう形に自分はしてるとかありますか。僕は投げるときにこう潰すというか、こういうちょっと横型気味な。そうですね、なんで横閉じダブルの閉じ方で、こう縦でもなく横でもなくて、握るっていう、はい、自然とこういう型になっていくので、もうその形にしようっていう感じです。それこそ育てるっていう点では、はい、うんうん、自分で投げるときに全部インプットする方がされていくんかなっていうのは。あ、そうです。コンセプトにすごい合ってるなっていう感じがします、ね。はい、グローブ届いて、はい、届いた時点でまだカチカチ音ですか。もうカチカチです、ね、カチカチ。それを自分なりにこうなんか投げながらやるんですけども、関節にとりあえずつけて投げながら自分の形になっていく、もしくはもう自分は僕らはこういう形だっつって、この形に片付けをひたすらやって。僕は片付けあまりしないで、うんうん、もう最初に硬い打ちからもキャッチボールとかで使っちゃって、まあ、取れないんですけど、自然とこう、作られていくような感じですね。それが育てるよね。ピッチャーだなって感じの片付けですね。あ、そうですね。革質硬いので、やっぱりこう長く使ってもやっぱり、なんですかね、潰れないというか。小野寺選手といえばやっぱ素晴らしいピッチング、去年最優秀防御率ですよ。去年、今年は何勝ってますか。今年は今、最多勝が狙えるところでは現実的な、はい、じゃあ優勝を目指してもらって、はい、NPB にね、活躍 していただければ、はい、この動画がね、こうすごい貴重な映像になると思うんで、はいはい、グローブも売れると。そうです、もちろんです。すごいリアルな動きこれ勝ったんですか。アドバイザーや。いや、そのアドバイザーですからね、それもちろんね、言わなきゃね、有名になってほしいんです。そうですよね、はい、そんな感じで、小野寺選手は今後期待してますので、はい、どんどん頑張ってください。本当に活躍してもらって、はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
というわけで、2組目いただきました。じゃあお名前よろしくお願いします。名古屋やってます、上田大輝です。背番号24番です。はい、お願いしま す, しますそして、はい、内野手の、金子浩二です。背番号4番です。お願いします。お願いします。お願いします。さあ、2人とも緊張しております。でもね、ちょっとね、やばいんだよ。2人ともイケメンすぎて。イケメンにねえ、イケメンちょっといいのかね。いいんすかね。見てください、これ。おい、中年おい。いや、今回はですね、グローブ紹介をさせていただいてて、ちょうど持ってるということなんで、ちょっとご紹介していただきたいんですけど、なんか、メーカー一緒ですか。メーカー一緒です。ちゃんと Z。はい、Z です。だいぶ使い込んでる感がありますけども、いつ頃買いましたか。僕はこれはですね、社会人の時に買ったので、うん、2年間ぐらいですか。2年前ぐらいですか。2年前。自分は11月くらいですか。去年の11月。じゃあまだ1年経ってないんです。経ってないです。これ試合で使ってるんです。試合で使ってます。聞きたいんですけど、新しいグローブを買うじゃないですか、はい、買った後、試合で使うまでどれぐらいの期間で。さすがにすぐ使わないじゃないですか。すぐは使わないです。僕はもう片付けガンガンに自分でやっちゃうタイプ。ああ、自分でやるタイプ。自分で形を作ってノックとかキャッチボールしてポケットを作っていくって感じなんで、まあ2、3ヶ月ぐらい。まあ、Z さんは最初硬いですからね。硬いですね。2、3ヶ月ぐらいですけど、まあ馴染みがどこまでかっていう判断になってるんで。今年のオープン戦始まった頃から使ってるんで、すぐ、結構比較的すぐですね。3ヶ月、4ヶ月硬いまんま。硬いの好きなんで、硬いまま使ってました。自分でやられるんですか。そうです、キャッチボール結構しました。これで、キャッチボールだけ。こいつあれなんですよ、家にあの、パンパンのあれがあるんですよ。パッと。パンチャー、パンチャーです、パンチャー。あ、それ結構やってました。あ、だ、じゃあ持ってるんですね。内野手は、そうっすよね。内野手とピッチャーでやっぱ違うですよね、やっぱグローブの扱い。ピッチャーはなんかこう、投げてる時のなんですか、その握り込みで勝手に肩作る人多いですけど。そうなんですね。内野手は握り込んじゃうとぐちゃぐちゃぐちゃになっちゃうんで、ちょっと僕はどっちかというと形がこう残ってる方が好きなので。なるほどですね。ちなみにこのグローブのなんかモデルみたいのってなんかちょっと僕わかんないですけど。僕は源田選手モデルです。源田選手モデルなんですか。桑田選手かと思った。まあ、まあ、ワールドペガサスだったらあれ。そう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 。これは中村翔吾選手モデルだってよ。パリーグの割をね、セカンドショートのあれっすか。シビチェキ、シビチェキ、ショートセカンドですよね。あんま関係ないですか。ショートの選手のモデルのグローブじゃないですか。でもセカンドやってるじゃないですか。あんま問題ないってことですよ。問題はないですね。多分その2選手のモデルってどっちでもいける選手たちなんですよね。源田選手が広いので、で中村選手はポケットに一点集中みたいな感じで、でもどっちでもいけそうな元の大きさをしてるんで、なるほど、どっちもサイズ4だと思います。そうですね、大きさ的には。なるほど。ほら、まあ見てる子供たちもいるんで、こうやっぱね、源田選手ってショートじゃないですか。ショートじゃなきゃこれ使っちゃいけないと思っちゃうとあれだから、ショート選手のモデルだけど別の守備でもできるよっていうのをちょっと今伝えたかったんで。全然大丈夫だと思います。続きます。どんなこだわりがありますか。かかと。てかなんかラベルなんかどこに付いてるんですか。こうすごくないですか。見たことない。なんか限定モデルらしい。え、購入したってことですか。そうです、はい、あ、なるほど。そこにある、いわゆるここにあるってことですよね。そうですね。でこれ多分ちょっと遠くて見えないと思うんですけど、普通のウェルダーラベルじゃないんですよね。スターラメの、え、ラメのメダル。あ、ウェルダーの上だ。そう、たぶんキップレザーですか。そうなんですか。いや、わかんないです。なんあんまりわかんないですね。なんだよ。野球選手ってやっぱ道具大事なんで、やっぱ商売道具なんで、大事です。こだわっていいものを使うっていうのがやっぱ一番いいと思いますので、はい、頑張ってね、優勝目指して頑張ってください。頑張ります。はい、なんかあります。言いたいこと。言いたいこと。じゃあ鶴さん一言。鶴さん親友の、またなんか応援来たら8戦8勝らしいんで、おお、またぜひ応援に来てください。ありがとうございます。なんか猫かぶってますよね。もうすごいガンガン言うはずなのに、ちょっと緊張してますね。ちょっと8戦8勝ということで9戦9勝を目指して頑張っていきます。行きましょう。そして今ね、打率とホームランもめちゃめちゃ打ってまして、大活躍の金子選手ですけど、女性ファンに一言。女性ファンに。あのベアーズのファンの方がちょこちょこ連絡くれて、そうなんです、私の工事を YouTube 出して。そんな
かって言われたんですか。言われてないです結構言いますよ、金子推し。あ、そうなんです。多いっす、多いっす、多いっす、めちゃめちゃ多いな。ちょっと一言ですか。球場に来た際は活躍してかっこいいところを見せるので来てください。よし、いいね、見失え、最高です。ちょっと緊張してますね。そうですね、ちょっと話すの、はい、苦手、得意じゃない。なるほどまあでも、まあ、こういうところありますけど、プレーではもうガンガンにいきますからね、プレーで見せてください。はい、はい、というわけでお二人、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございます。入っていいよ。お願いします。はい。お願いします。さあ、行こう。はい。うまい。はい。楽しい。は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 い、というわけでですね、はい、今回は第1弾ということで、うん、素晴らしい選手たちにグローブを聞きました。多分今年初めてちゃんとこう話させてもらいました。はい、貴重な時間本当にありがとうございました。ありがとうございました。皆さんね、こだわりの持った道具でプレーしてる、うん、NPB を目指してるということで、いきたいと思います。はい、というわけで本日動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。イエーイ、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 視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。